すまない。どうしたんだいプロデューサー。いや大丈夫だよ。心配をかけてしまって悪かったね。この通り何とも。いやそうだね、何ともないわけじゃない。ねえプロデューサー、私の隣に座ってくれないかい。次は肩に頭を預けてもいいかな。ありがとう。その私自身が望むことをやってみようかと思って。それでそのすまない、迷惑だったかな。それならよかった。肩を貸すことは女の子相手にはあるのだけど、自分が借りるのは初めてなんだ。イベントを終えてふっと息をついて、今日のイベントはとても楽しんでもらえたと思い返して、そうしたらなぜかあなたに肩を借りたいと思った。自分がこんなことをしたいと考えるなんて思ってもなかったのだけれど。なるほど、確かにこれはとても安らいだ気持ちになれるものだね。勇気を出してお願いしてよかったよ。本当にあなたは優しいね。ねえプロデューサー、私という個人がしたいことまだあまり多くは浮かばないんだ。やはり私は私のファンや友達やみんなが喜んでもらえることをするのが好きだからね。でももしも自分自身が心から望むことができた時は、今みたいに勇気を出してやってみようと思うんだ。ありがとうプロデューサー。私の中に芽生える願いが何かまだわからないけれど、きっとあなたとなら叶えられる気がするよ。